麦わら帽子。小野田はそう聞きたがり屋の方ではない。どちらかといえば、日頃から口数も少なく、自分の身の回りのこと以外には、あまり物事に興味を持たぬ男であったが、その老人には、はじめから奇妙に注意を引かれた。 温泉のある海村へやってきて二日目。散歩に出た小野田が海沿いの道を岬の方へ降りて行く途中、散歩に霧岸を追って一所だけたくましく雑草の茂った小高い台地に差し掛かったとき、一人の老人がその雑草の中に座って釣り糸を垂れているのに出会った。老人は かりふるして擦り切れてしまったラシャの街灯を引きかけ、素晴らしく大きな古い麦わら帽子をかぶって、身動きもせずにじっと遠く、沖の彼方を見守っていた。塩に焼けた方には銀色のひげがまばらに生え伸び、膝を抱えた両手の指は関節が木の根株のように固くこぶをなして、 見るからに荒仕事をしてきた過去の生活を忍ばせるようであった何か釣れるのかね小野田が声をかけると老人は静かに振り返って赤黒い顔を愛想のいい笑いで崩しながらベラを釣っているのだと答えたその次の日も老人は同じ場所で 同じような格好をして釣りをやっていた。そして小野田の来るのを見つけると、大きな麦わら帽子のひさしをあげながら挨拶をした。昨日はたくさん漁があったかね小野田が近寄りながら聞くと、老人は彼のために少し体をずらせて、そこへ腰をかけるようにと指し示した。 ひなみが悪いで、どうも食いが立たねえ。昨日は一つもあげなかっただ。ところ島生って、この沖に寄り場があるで、あそこなら餌を変える暇もないほど釣れるだがねお客様は太陽館に泊まってござるんかのそう。 タバコを一本どうだ小野田はケースの中からタバコを抜き出して与えた。老人は目を細くして受け取ると、そっと鼻へ持っていった。はあ、薄来いだね。いつかもこんな吸い口のついたやつを吸ったことがある。さあ、いつのことだったか。 五八が崖から落ちる前だったか後だったか小野田が火をつけてやると老人はうまそうに頬をへこませて二三服ふかしたがすぐに火をもみ消して街灯のポケットへしまった「わしはいつでもここに来ているだで退屈な時には遊びにござるがいい。 よかったら五八の話でも聞かせるべから。何かあったのかねわしの屋敷で使っていたげなんだがの。猿のたたりで崖から落ちて馬鹿になってしまっただ。かわいそうにいい男だったが。ずっと前。そうだ、柿のなってる自分だっただ。 老人は何か思い出しでもするようにしばらく沖の方を見つめていたがやがて深くため息を漏らしながら続けた「わしの家はこの村でも旧家の方でな世間じゃ松屋敷と呼んでいるだお客様も来る時に見てござらしちゃったろうが神戸橋を渡ったところに 深い森があるだ。わしの子供の自分には、あれが今の十倍も広くて、野猿がしこたまいたし、時によると鹿が迷い込んできたりしただが、わしの屋敷の庭というのが、あの森と地続きになっていましたのじゃ。子供の自分、わしはよくこう言って起こされたもんでさ。 さあ起きるんだぞ。野猿が柿を盗みに来ているから。呼び起こされて出てみると、庭続きの柿畑にいっぱい野猿が群がっている。そこで下男の五八が鉄砲を持って駆け出してくる。静かな朝の霧を揺るがして空砲が鳴る。すると猿どもは釜すしく泣き叫びながら、 柿の実を持ったのやかじりかけのやつが後になり先になり森の奥へと逃げていく下男の五八は鉄砲の筒口から荘園を吹き出しながら言う「いつかあの親猿を仕留めてやろう」「あの自分はよかった」老人はしばらく黙っていた後一転 わしの嫁になるべき娘がいてな。その娘はとうとうよその者のと一緒になっただが、わしたちはよくあの森の中であいあいしたもんじゃった。のべ香草や錠山花がにおっていたことも、あの娘の髪の毛に霧の粒が光っていたこともわしは忘れない。 この麦わら帽子は、その娘がよそへ嫁ぐとき、わしに買ってよこしたものでさ。老人は少し恥じらいながら、その素晴らしく大きな麦わら帽子を脱いでみせた。あれからすっかり村の様子は変わった。森には端から斧が入ったで、 野猿も鹿もどこかへ行ってしまったし、岬の花は波に削られて少しずつ海の下になっていく。そしてあの娘も今では孫がある。それで五八はさあ、どうしているかのう。かわいそうに、村中のかわいがられ者だったが。 バカになると間もなくどこかへ行ってしまって戻らねえだ。今はどうしていることだか。老人は肩を落として吐息をついた。その夜小野田が根際の酒を命ずると支度をしてきた若い女中が。 お客様は今日、松屋敷の五八と話をしていらっしゃいましたね。と笑いながら言った。五八とどこで三崎道のところで釣りをしながら話していらっしゃったじゃありませんか。小野田は意外なことを聞いたので、杯を置いた。あれが五八なのかい誰だと思いなさいましたの いや別に誰とも思わないが、五八の話はあのじいさんから聞いたぜ。あははは。女中はおかしそうに笑った。それじゃお客様も五八の嘘に引っかかりなすったんですよ。自分は村一番の旧家の主人だって言いましたでしょなんでもそんなことだった。それから、 自分の嫁になるはずの娘があってよそへ片付いたとか、かぶっている麦わら帽子はその娘がくれたものだとか言ったでしょ。う。嘘ですわ。みんな作りごとですわ。嘘かい。小野田は苦笑しながら杯を取り上げた。女中は酒の釈をしながら話し出した。 その老人、五八は子供の自分に父親と二人でこの村へ流れてきた男であった。父親というのがひどいアルコール中毒で、村へ来ると間もなくほとんどのたれ死にのようにして死んだ後、その頃村長をしていた佐野源七という旧家に引き取られて育った。松屋敷というのは、 その佐野玄七の家のことである。五八は素直に成長した。気立ての優しい頭の良い子供で、村人たちは彼の怒ったり泣いたりした顔を見たことがなかった。佐野玄七に絹子という娘がいて、五八より四つ年下だったが、屋敷うちの誰よりも五八に懐き、 朝も晩も彼でなくてはすまぬほど親しみ慣れていた。松屋敷には広い庭があって、神戸の森と地続きのところが柿畑になっていた。そして秋になって柿が実ると、森の中から猿の大群が柿を盗みに来た。それは松屋敷ばかりでなく、 村内はどこでも多少その被害に見舞われたのであるが伝説はその猿を鎮守八万の真珠と伝えていたので固く殺すことを意でいたから誰も積極的にそれを駆除しようとはしなかった五八が二十になった年の秋のことであるある朝 柿畑に猿の群れがやってきたので追い払うために五八は鉄砲を持って飛び出していったそしていつものごとく脅しの空砲を放ったのだがどうした間違いか実弾が込めてあったので大きな親猿の一匹を居殺してしまった驚いて駆けつけた五八は真珠を殺したと知るや呆然としてそこへ立ちすくんだ それから少しずつ、五八の様子が変わっていったのである。日頃から明るく愛想の良かった彼が、だんだん気難しくなり、人を嫌い始め、どうかすると物陰へひっそりと座って、何かため息をついていた。五八が兵役に出て帰ってくると間もなく、原七の娘のきぬ子が、 隣村の網元の家へ嫁に行くことに決まった。10月に結納の交換があって、11月初めに腰入れするということであった。その結納の日に、五八が大船山からマグサを運んでくる途中、足を誤って崖から転げ落ち、気を失ったまま屋敷へ担ぎ込まれた。他に傷はなかったが、 ひどく頭を打ったので早速医者を招いて治療したけれどすっかり記憶をなくしてそのまま馬鹿同様になってしまったものである。五八が病床にいる間絹コはほとんど夜もろくに眠らぬほど看護してやったが五八は反対に絹子の近づくのを嫌い彼女が嫁いで行ってしまうまで全く口をきかなかったという。 五八が馬鹿になったことについては村人たちは誰でも猿のたたりであると言っているそれ以来ずっと松屋敷で世話を見てもらっているんですのなかなかできたことじゃございませんね女中は饒舌に一区切りつけたなんでも松屋敷のお嬢さんが十二三の頃町へ出た時 あの人に麦わら帽子を買ってきてあげなすったことがあるそうですけれどそれがいつまで残っているわけもありませんしまたあんなに大きなものじゃなかったという話ですわまあバカのことですから好き勝手なことを言うのでしょうがあれでいつまでも生きていられては松屋敷でも大変でしょうよそのキヌコという人はどうしたのかい 今でも達者でいらっしゃいますわ。もう五人もお孫さんが終わりです。小野田は一人になると、自分の心がひどく痛めつけられているのを感じた。なぜであろうか。女中の話した五八の身の上は、極めてありふれたもので、その中にはことさらに人を感動せしめる悲劇も喜劇も含まれてはいない。 キヌコがかつて彼に送ったという麦わら帽子と、彼が自分で言うところの、嫁になるべきであったある娘が嫁ぐ前に送ったと称する帽子とが、何か深い連感を持っていると考えることはあまりに通俗小説めいていて、真実を曲げることになろうし、崖から落ちたことも、愛する娘が他人の嫁になると決まった絶望の結果、 彼が自らそうしたのであると思えば思えのこともないが。それとしてもおそらく事実から遠い空想に過ぎないであろう。そうとすれば、小野田が女中の話で心を傷つけられた原因は一つしかない。それは、小野田が老人から与えられた楽しい幻想を無残に打ち砕かれたからである。 老人の話は暴幕として取り留めのない断片であって統一した筋もなくまとまりもなかったがそれには全体として現実を飛び離れた奇妙な美しさがにっていた麦わら帽子を脱いで小野田に示した時の老人の目はどれだけ多くの条件を備えた真実よりもずっと高い真実に輝いていたし 哀れなご蜂を痛む口調の中には、底知れぬ愛情と憐憫が込められてあった。宿の女中の話は、疑いもなく本当のことであるに違いない。けれどもそれは、ただ本当のことであるというに過ぎないのだ。嘘ですわ。何もかも嘘ですわ。お客様は騙されなすったんですよ。 そういった女中の言葉は明らかに罪人を裁く法官の鋭さと凍結を持っていた。それにしても、なんと法官の多いことであろう。二日ばかり雨が続いた。雨が上がると何よりも先に小野田は老人に会いたくなり。 宿から釣り道具を借りて出かけていった老人はすでにいつもの場所へ来て例のごとく一人じっと釣り糸を垂れていたが小野田の顔を見ると手を挙げて喜びの合図をした今日は僕も釣りに来たよようござった餌は何を持ってきさしたかねああこれはダメだめだ 老人は小野田の餌箱ををいて頭を振った。「この餌じゃベラは食わねえ。わしがのをお使いなせましなに足らねえばいくらでも掘ってきて死んぜるで。」。老人は小野田のために場所を選び餌のつけ方や浮き下の加減を見た後並んで草の中へ座った。 よく晴れた日で、遠く、所島の岩礁が白く泡立っているのが見え、緩い南東の風に送られて、沖の方から寄せる波が足元の岩に打ち当たって、さっと砕けた。この間はつまらぬ話べえお聞かせ申し、お客様はさぞ迷惑だったべえの。 ししばらくして老人が言った。そんなことはないさ。昔語りというやつは話す当人が面白いほど聞くものには退屈なもんだ。だけれどもわしがのように年寄りになると行く末の楽しみというものがねえで過ぎ去ったことを考えたり 人に聞いてもらったりするのが何よりの慰めになるだよお客様は若いに似合わずよくこんな年寄りの思い出話を聞いてくらっしゃるこれが村のものとくると老人は眉をしかめながら頭を振った村の人たちはいけないかね わしにはあの衆の気持ちがわからねえだ。まあ例えば、あの娘のことを言うとする。ところが村の衆は、そんな娘はいなかったぞと言うだ。なるほど。わしはずっと昔、ひどく病んだことがあるで。あんまり物覚えのよいという方ではねえだ。けれども、 わしのことはわしが一番よく知っている。そうだ。あの話をお客様に聞いてもらうべ。老人はまいを直した。あの娘が嫁に行ってから、そうだの、二年ばかりして後だけだ。 わしらは美咲の花のところで会ったことがある。娘は髪を大きな曲げにゆって高く裾をからげていた。裾周りの派手な色が娘の淋しい顔立ちをひどくあだに彩り、もう体つきがすっかり女になりきって肩や腰の肉付きは驚くほど豊かだった。 その二三日前にひどい死けがあって、村の漁衆のうち、沖へ出たまま帰らぬ者が四五層あった。それで村の人たちはいずれも岬の花へ詰めかけ、夜になるとかがりを焚き上げて帰らぬ船を待っていた。それらの中に娘の根家の持ち船が一層混じっていたので、彼女もそこへ出かけてきたのであろう。 彼もまた様子を知るために三崎へ行こうとしていた。その途中で二人は出会ったのである。彼は印の松。漁衆が寄港するとき目印にするもの。のところまで来たとき、すすきの中をこちらへやってくる彼女を見つけた。女の方では彼より先に気づいていたらしく、彼が目を向けると、 頬を赤くしながら遠くから会釈を送った。彼はちらっと前後を見回しながら、松林の中にもすすきの原の彼方にも人影はなかった。二人は近々と歩み寄って足を止めた。女はふと裾をはしょっているのに気づき、恥ずかしそうに品を作りながら急いでそれを下ろした。 お宅の船は帰ったか彼が聞いたすると女は悲しげな目を上げて彼を見上げながら頭を振ったしかし今日にも帰るだろうから慰めるように言って彼は女の熱い業種から逃れるようによそ向いた海はしけの名残で波が高く すごいほど青黒く透き通った水の上を白い泡が縦横に騒ぎまくっている。まだその帽子をかぶっていますね。いけなかったら。いいえ、いつまでもそうしていてください。勝手なことばかり言って、さぞあなたは怒っていらっしゃるでしょうけれど。彼はそれには答えず、 すすきの葉をちぎって噛んだ。女はそっと吐息をしながら、しばらく男の横顔を見守っていたが、やがて思い切ったような調子で言った。一度ゆっくり会って、いろいろお話ししなければならぬことがあるのです。近いうちにどこかで落ち合っていただけないでしょうか。彼はそれにも答えなかった。 口を開けば、何か恐ろしい言葉が飛び出しそうなのだ。女は目で彼の返事を待っていたが、その時、三崎の方から人の来る気配がしたので、二三日うちにあなたの家へ柿を届けさせます。そしたら神戸の森まで来てください。いつか二人で会ったもみの木のところで待っていますから。 そう言い捨てると彼女は素早く会釈をして立ち去ったそれから二三日して老人はしばらく間を置いて続けた約束通り柿が届いてきましたよどうしたらいいだわしはすっかり困っただ 向こうはもう他人の嫁だでの。もし世間に広まりでもしたらと思うと、どうにも決心のつけようがなかったでさ。考えに考えたが、やはり若かっただな。わしは出かけていきましたよ。神戸の森へ。 老人の声はかすかに震えを帯び、置きを見合っている目には明らかに何かにじみ出ていた。だがあれは来なかった。昼が過ぎても、日が暮れても、夜まで待ったがとうとうあれは来なかった。 無論そりゃ、その方がいいだ。わしは帰ってきて寝ましたじゃ。そして、それからこっちずっと、わしはあれの顔を見ずに過ごしましただ。何十年も、何十年も。小野田はその話を聞きながら、老人の言う彼女が、 松屋敷のきノこではあるまいかと思い話のどれだけが真実であるかを考える余地もないほど自分は感動させられているのに気づいたそれそれ食っていますぞ老人に注意されて小野田は急いで竿をあげたが餌を取られた針がむなしく上がってきたにすぎなかった。 わしが一番心配したのは、あれがいつまでもわしのことを気がかりに思っていやせぬかということじゃった。だがそんな心配もなく、それからはあれも幸福にやっているということでさ。男の子供はそろって出来物だしの、娘が二人あったが、それも片づいただ。 今じゃのんきに孫のもりをしているそうでわしもこのごろはすっかり気が落ち着いただよ。もう一生会わぬつもりかね老人には柿の実は毒だでな。そういった老人は低く笑った。 小野田が東京へ帰って間もなくその海村の宿の主人から一通の手紙が届いた松屋敷の五八の死去をお知らせ申し上げ候。彼は海に落ちて溺死せし者にてその左手に鹿と彼の麦わら帽子をつかみおり候より察するに 風に吹き払われて海へ飛びし帽子を拾わんとして、誤ってこの結果を見たる矢と、一同の意見一致し候何にしても村より良き笑い話の種一つ伏せ候こそ残念と、皆皆そのことのみ申し合い候ちなみに葬儀の折は、